この絵広子10月万次元年ルー12月23日は、江戸時代前期の女性。三戸藩、第二代藩主、徳川光国の性質。通称は、安姫、大姫。陰号は陰、奉公院。死号は、愛文夫人。関白左大臣、この絵信広の娘として生まれる。母は、県大納言、矢仏良の娘。慶安2年10月11日。 父の武宏が死去。慶安五年八月頃、三戸藩の四次であった徳川三国との縁談がほぼまとまり、九月には幕府の承認を得る。同年の十一月に三国の諸子である雷常が誕生しているが、三国の兄、頼重の高松藩に送られて養育された。女王二年七月十九日に、兄の子の江なおつぐが勃したため婚礼は伸びたようで、女王三年春に、 江戸に下校して、水戸判定に入り、4月14日、三つ国との婚礼が挙行された。時に三つ国は27歳、安姫は17歳。明暦2年、全摂政、二条公道により意味名を広子と命名された。明暦3年1月、明暦の大化により、水戸判定が全焼し、三つ国ともども駒込の別邸に移る。 八月頃からに安姫は体調を崩し、何度か昇降状態にはなったが回復せず、翌万次元年10月から赤痢となり、うるう12月23日、死去。去年21、遺体は、水戸に送られ、薬王院に葬られた。遠方5年、随流山に改装。年が明けた翌万次2年の元旦、三つ国は、元旦に、富士夫人を祀る文を書き、夫人の死を悼んだ。 物、帰り、年改まれども、我が憂いは、移ることなし。谷のウグイス百度さえずれども、我は、春なしと言わん。庭の梅すでにほころびたれども、我はまならず、言わん。去年の今日は、退職して、蝶をあげ、今年の今日は一人座して、甲を登る。なるこ悲しいかな。有名蝶へに隔つ。天なるか命なるか。異霊来たり隠れ。また、 実家この駅に放ずるため、富士婦人病中僧麗辞略を記している。和歌に優れ学識が高く、三国との仲はむつまじかった。三国に仕えた和学者、安藤年さんは、著書、年山気分の中で、宮荒れ室の美なるのみならず、鹿をさえこの見たまひて、古今集、伊勢物語は空に覚え、八代集、源氏物語などをよく覚えた、まひしとぞ。 また三大使をも暗記した、マヒケルトゾと記している。また儒学者、辻良敵は、その用紙について、天姿型演順と表している。歌集として、高玉映像がある。また、監視二手が伝わっている。ありがとうございます。